みんな大好きなんですね。お店を通り過ぎてしまいました。虹の松原を海から見たらどうなんでしょうね。この雰囲気たまりませんね。細かいことはよく分かってないですが、いい景色じゃないですか。こんにちは、ドロ旅です。今回は初めての九州の佐賀県です。旅のルートはこうです。唐津から呼子に行って、そこから南の伊万里や有田を訪れ、ゴールは武雄です。佐賀県の北部を半周したら何があるか見てみようの旅。ここもですね、めちゃくちゃ楽しかった。車旅、バイク旅する方は必見です。佐賀県の日本海側のドライブコース、悠久の歴史と文化に触れることができて、初めて行ってもどこか懐かしさを感じました。なんでこんな懐かしく感じてしまうんだろうと、不思議な感覚です。皆さんも初めての土地でそういうことないですか？天候も非常に良くて、佐賀県の良さをお伝えできると思います。今回も長い旅になりますが、最後まで見ていただけると嬉しいです。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方、応援してくださる方はお手数ですが、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。福岡都市高速から西九州自動車道を通って佐賀県に入りました。最初に行くのは虹の松原が一望できる鏡山展望台です。大きい鳥居がありますね。上り坂を登っていくのですが、曲がりくねった坂に加えて起伏を繰り返すので、船に乗ったような感覚になります。酔いやすい方は注意が必要です。広い無料駐車場があって、そこから少し歩いていきます。早速行きましょう。最初間違ってひれふり展望台というところに行ってしまいました。着いた時はあれ違うな、こんなんだっけと、そこで初めて気づきましたが、結果的に間違えてよかったです。見てください、この眺め。虹の形に似ているので、虹の松原と呼ばれています。見た目が卵のシフォンケーキみたいにふわふわで柔らかそう。こちらはほとんど人がいなくて穴場かもしれません。次に行ったのが鏡山展望台です。どちらの展望台も少し歩きますが、長い階段はないので安心できます。案内もしっかりとあって迷うことはないですね。虹の松原はとにかくいろんな百選に選ばれています。みんな大好きなんですね。風が少し強いですが、広くて見やすい展望台。本当綺麗ですよね。唐津湾も素晴らしい。ここだけを見て家に帰ってもいいんじゃないかと思うくらいです。遠くには唐津城とか唐津神社が見えました。後で行ってみようと思います。ずっと見ておきたいなと思う絶景でした。この山を下っていくと一軒のお店があります。お店の名前はポポットさんです。ランチプレートが美味しそうと思ったので行ってきました。ここはですね、すごく良かったです。正午前に行った時はもう順番待ち、予約はできないそうで早めに来た方がいいと思います。すごい人気なんですね。20分ほど待つ間も小さな林の中で気持ちよく過ごせました。中央にございます卵型の器、洋風茶蒸しでご用意しております。奥側面の小さいスプーンでお召し上がりください。失礼いたします。10種の季節の料理とパンかご飯を選択して、さらにデザートにドリンクがついてきます。正直細かいことはよく分かってないですが、とにかく美味しかったです。量は多くないのにお腹がいっぱいになるのは
なぜなんだろう。期待以上の内容で大満足です。デザートも最高ですね。ビミでした。雰囲気は開放的で、屋外にも席があって、お店の方の対応もよく、いいお店でした。次は先ほど見た唐津城へ行きましょう。有料の駐車場から地下道を通って歩いていきます。バイクの駐車場もあって、そちらは無料でした。唐津城は、唐津に来たらここは行くでしょうという場所です。階段が少々きついかもしれません。エレベーターがあったので、足腰が弱い方でも城攻めができます。ただ天守閣の中はエレベーターがないので、ご注意ください。石垣がすごく綺麗ですよね。初代当主の寺沢という人が、九州のいろんな藩に協力してもらって城を完成させました。この方、明日見に行く名古屋城の土木工事をしたり、朝鮮出兵の際にも補給や輸送をした人物なんです。先ほど見た虹の松原を植林した人も寺沢さんなんですよね。めちゃくちゃ優秀な官僚トップという気がします。見えてきました。素晴らしいですね。天守閣の中にも入っていきましょう。天守閣の中は博物館になっていて、唐津藩の資料などが展示されていました。5階からの眺望はすごかったですよ。やっぱり城下町の景色っていいなと思います。海風が気持ちいいですね。最後はご乗員をいただきました。ぜひ唐津城に行ってみてくださいね。次は唐津神社に行きましょう。まず見えてきたのが白く美しい巨大な鳥居。この神社の秋のお祭りは唐津くんちで有名です。引き山と呼ばれる飾り物を据えた山車が行列をなして街中を巡行していく迫力の唐津くんちを一度見てみたいですね。堂々たる社殿と張り詰めた空気。御朱印もいただいて帰ります。旅先の神社仏閣巡りは、昔は全然興味なかったんですけどね。ご利益というよりは、その土地にお邪魔しますの気持ちで参拝しています。次は近くの旧唐津銀行へ行きましょう。到着です。駐車場は隣にありました。赤レンガに白い石材で線が入った建物。観覧は無料で予約も不要です。中の様子を見ていきましょう。
麗しい外観の建物の中は美しい装飾が細部まで施されていました。映画のセットのようで別世界です。パソコンもない時代に手作業で作ってるからすごいですよね。1912年に完成。明治から大正になったまさにその年、日本で西洋化が進んできたその頃に建てられました。建物の監修は辰野金吾という人物。この方は東京駅や日本銀行本店、それに武雄温泉の楼門まで手掛けたすごい人です。そして建築家という職を初めて確立したのもこの方。2階は応接室や会議室もありました。今は辰野金吾記念館になっています。唐津出身ということもここで知りました。大正ロマンが好きな方は時間を忘れて見てしまいそうです。私は金融機関の仕事をしていますが、こんな場所で仕事ができたら胸が高鳴れそうです。いやー楽しかった。ありがとうございました。今夜のホテルはホテル&リゾーツ佐賀唐津。少し早くチェックインして散策していきましょう。駐車場は無料で100台以上止められそうです。部屋は洋室にしました。ソファーベッドもあって広々しています。すごい広いですよね。ユニットバスはよくあるものですね。窓からは唐津湾の眺め、いい景色じゃないですか。歩いて海まで行けそうですね。ホテルを出てきました。虹の松原を海から見たらどうなんでしょうね。どうやら浜に出れそうです。おお、めっちゃ綺麗。いい眺めですね。周りには誰もいないし、砂は固めで歩きやすい。夫婦でしばらく浜辺を歩きました。旅先の何もない場所で何気ないこういう時間がいい思い出になるんですよね。虹の松原を浜辺から見るとこんな感じ。いい時間でした。ホテルに帰ると唐津バーガーのお店が近いことに気づいたので行こうということになりました。これが虹の松原の中かなんて言ってたらお店を通り過ぎてしまいました。 U ターンできないのでしばらくドライブしますか。戻ってきました。キッチンカーのお店、ここですね。昭和36年創業。この雰囲気たまりませんね。注文をしてから焼き上げてました。袋には唐津城と松原の絵、
カリッとしたバンズと肉汁たっぷりのパティ、少し甘い自家製デミグラスソースと合わさります。いやこれは美味しかった。ビミでした。ドライブに来たら絶対来た方がいいですね。場所もいいんでしょうね。それに結構遅くまで営業してました。ホテルの隣のコンビニでお酒と軽い夕食を買って、今日は早く寝ましょう。ちなみにこのホテル、バブルの時に建てられたそうです。だから内装は豪華。多少古いですが、明るいフロントの対応と清潔感が保たれていたいいホテルでしたよ。海に近いのもリゾート感があっていいですね。そして豪華ホテルでコンビニのご飯。そんな私たちにいいねボタンとコメントも忘れなくお願いします。明日は唐津を出て呼子に行ってから、いろいろ巡りながら伊万里まで行こうと思います。お楽しみに。